よし、来た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 来ました。メダカ200匹とドゼウ、いや大地100匹でございます。今回は加藤商店さん、かわゆらしいカレンダー、かわゆらしいカレンダー付きでいただきました。うちの実家にあげようかな、犬好きやから。うちの部屋には貼りませんけど、カレンダーはね、ありがたい。うちの実家にこっそり貼っとこう。というわけで、今回もこの土壌100匹数えたいと思います。まあその前にメダカ200匹数えますわ、先にね。まあここは早送りでやりたいです。こちらまた相変わらず 0.5% の塩水、はい、塩水、カルキ抜きした塩水を入れております。で100匹をね、よいしょよ。200数えようもない、まあまあ時間かかる。ダイジェストで1本ぐらいにまとめて、ちょっとグリーンウォーターなってるんですよね。グリーンウォーターって、よいしょ、見事全部入った、全部入りました。よいしょ、グリーンウォーターちょっと落としとこうか。メダカ入ってくる。メダカ入んねん。あ、数えていくか。じゃあ、グリーンウォーター落としながら数えていきます。197の200、204でございました。これ204、おまけ付きでした。おまけの回が付きました、はい、捨てときます。200、204匹、合計204匹でした。よし、これはまた1週間で2、3日トリートメントしてから、餌、前回の200匹もいなくなったんでね。というわけで次はドゼウさん100匹やっていきたいと思います。これはノーカット、204匹まあいいか、200匹以上入ってたし、試着ゼロでした、いい感じ。まあ、でやっぱショップで買った方が夢あるね。多めに入ってる可能性あるし。だけど、ネットの場合は少ないことはありえへんよな。クレーム考える人もいるからね。まあ、多めに入ってるし、OK。さて、ロデオさんはどうでしょうか。こっちは少なめの塩水にしてます。2%、0.2% ぐらい。土壌は粘膜があるんで、塩で溶けちゃう可能性もあるんで、逆に病気にかかりやすくなる可能性もあるそうなんで、塩水は少なめにしてます。はい。まあ、あとからちょっとこれ混ぜる。もしかしたら、これで時点で 2% ぐらいに生入れてないんで、ちょっとあとから少しは足します。よし、開いた。え？あ、出た。よしよし。わーお。一匹挟まってる。あれ、いいサイズだ。
これぐらいだったら食えそうだな。セネガルスも頑張ったら食えかな。あ、一匹死んでる。試着一匹でした。一匹試着ありましたね。一匹試着です。1。まあ、死んでるのは仕方がない。一匹、あ、二匹死んでる。まあ、二匹ほど死んでるのは仕方がない。二匹。あ、これも後で餌でやろう。どうしよっかな。これどこ置いとこう。まあ、こっち置いとこうか。バケット置いとこうか。まあ、どうせ餌にしちゃえばいいわ。緑水、移します。まあ、一匹、あ、この貝入ったな。ちょっと数えていきます。1。土壌数安いっすかな。2。3。4。ちっちゃく。4。土壌は栄養価満点だからね。5。土壌がいいんです。土壌とかやればいいんでしょ、やっぱり。6。テロップの還元上、6、1個ずつ数え、1匹ずつ数えると大変なんで、まとめていきますわ。よし。はい。これが、重なり合ってたわ。今6やから、これで5匹、11。6で17、3匹で19、ちっちゃいのいるな、1、2、5匹、19って言ったっけ、25、25の25の4匹で29。数え間違ってたらテロップで修正します。29、喋ってると間違えるのは29の3匹で32。あるでしょ。32の3で35。35の5匹で40。数えにうまなったな。50の55。はい。35の5って間違ってるわ。もう間違ってる可能性がある。もう55なわけないし。55なのかな。50。まあ、要は間違ってたら直すから。55の4匹で59。うん。59。59の4匹で63。63の63の6匹ね、69。絶対間違ってるわ。計算間違ったわ。69の3匹、72。こんな多くないでしょ。72。72の4匹、76。76の4匹で80。土壌数安いわ。80の5匹で85。85の5匹で90。めっちゃいるやん。10匹数え間違えたとしてめっちゃいるわ。90の6匹で96。絶対間違ってんな。ほんで、96の、これの90、3匹99。99の5匹の104。104の3匹で107。107の2匹で109。109。109の、109の、5匹の114。109の114。114の5匹119。
119の4匹で123。どっちにしろ多いわ。123の4匹で127。127の5匹で132。132の4匹で136。137。うん、137。10匹間違ってたしも127ですね。お、多いんじゃねこれ。多いんじゃねこれ、うん。ラッキーなんじゃね、サービスしてもらったんじゃねこれ。もう137。間違えて137。絶対間違ってる。137はないわ。50ぐらいで怪しかったもん。50あたりからも怪しかったからね。うん、こいつら飛び出すから、土税は。土税はね、飛び出すから、気つけた方がいいですよ。よし。というわけで、まあ、多いのは多かった。というわけで、死んだ土手をね、試着してた土手を2匹与えようかな。うん、まあ本当はトリートメントしてからがいいんやけど、まあ無理なんでこのままやります。さあ来るかな、誰か来ねえかな。おい、俺はできたらアロワナにやりたいんだよ。来た、来た、来た。よし、アロワナ来た。アロワナが食ってるぞ。あ、吐いた、吐いたわ。ほんでマフィアのようなオスカーが生まれた。マフィアのようなオスカーが生まれた。またなんだよこいつ、食わねえな。とりあえず最初っ端で食うんやけど、あかん、ダメだ、オスカーに食われた。まあ、アロワナはとりあえず食わなかった。吐いたな、取ったの。こいつ期待に沿わねえよ。あ、そうだな、ほんとこいつは。あ、まあ、というわけでね、まあ多分計算間違いしましたけど、加藤商店さんの土壌は多かったです。というわけでアニマルパテもその数えてみようでした。ありがとうございました。アニモー。